仕事中とか何か下向いた時にこう耳かけると絶対落ちてきませんか？これの落ちない裏技を紹介します。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、先ほどもお伝えしたんですけど、お仕事中とかってこう向くじゃないですか。ってなった時に耳かけてもポロポロポロ落ちてくるって経験ありますよね。今日はそれが 100% 落ちない裏技を紹介します。その裏技のポイントが3つあります。まず1つ目は遅れ毛の量と位置です。2つ目スタイリング剤、ワックスだったりとかバームを使う。3つ目がかける髪の毛を結ぶ位置です。この3つをしっかりとね覚えて実践していただけたら絶対に崩れない耳かけスタイリングができます。ということで早速動画をスタートします。まずは遅れ毛を下ろしていきます。で、顔周りの部分なんですけど、分けた時にこの、前髪がある方に関してなんですけど、前髪とこっちの髪の毛の隙間を埋めるような感じで髪の毛を下ろす。全部埋めなくても多少埋まってればバランスは取れますので、この辺りぐらいで、次にもみあげの部分ですね。もみあげの部分を下ろす。これも毛束的にあんまり太いとバランスがおかしくなってしまうので、本当にね、多くても 1cm 束、この間隔で下ろします。次に耳にかけたい部分の髪の毛を取り分けます。だいたいこの辺の生え際の部分からちょっと斜めに取って、こんな感じですね。耳後ろぐらいまでの毛束を取り分けます。で、この髪の毛は上からかぶってくる髪の毛なので、まずはダッカールで留めておいて、でこの耳にかける髪の毛をバームもしくはワックスを取って、この生え際付近からつけていきます。こうすることによってこう細かい毛羽立ちだったりとかパサつきがなくなってくれるので、しっかりときれいにまとまります。手でつけた後に櫛だったりとかで溶かすのも有効です。なので、やりやすい方でやってください。で、この髪の毛を後ろに引っ張って、だいたいこの耳後ろあたりぐらいでゴムで結んでいきます。しっかりめに結んであげると崩れにくいです。こんな感じです。次に結んだところのこの部分ですねに、真ん中に空洞を開けてくるリンパをしていく。こんな感じで、耳後ろのこの辺にくるように、このゴムの結んだところがちょっとこうギュッと締める。こうすることによってここでピタッと止まります。で、この時にこのくるリンパした時にゴムが結構ね、耳よりも高く浮いてくると、バランスが悪かったりとか崩れやすいので、なるべくね、耳に沿うような感じでゴムが止まっていれば OK です。で、上の髪の毛を外してバランスを整えていきます。この時にね、コテで巻いてあげたりとか、最初のうちね、巻いてあげても全然大丈夫だと思うので、こんな感じで毛束感を出してバランスを整えたら完成です。はい、ということで、耳かけスタイリングの裏技について紹介させていただきました。今回ね、ウィッグでちょっとボブぐらいの、髪の毛の長さでやっちゃったんですけど、ショートだったりとかね、ショートボブの方だったらよりね、この辺の隙間だったりとか軽やかな感じのイメージに見えるかなと思いますので、そんな髪型の方でもぜひ試してみてください。ポイントが3つあるので、このポイントをしっかりとやっていただければ綺麗に簡単に絶対決まりますので、ぜひ参考にしてみてください。今日もね、動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。ベルマークもお願いしますね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。